おうちお困り何かな何かな今日のお困り何かな何かな。ドジッペやっちゃん定年後、自分の人生を振り返りました。今まで生きていた経験、知識を活用して日本中のおうちのお困りごとを解決しよう。社会貢献をしながら、僕は余生を生きてみようと新しいチャレンジを一歩踏み出してみました。今回、お邪魔したのは就労継続支援 B 型事業所ファムです。この方は代表の栗本さん。トイレの便座が斜めに歪んでるのとご相談がありやってきました。傾いてそうやって、歪んでるんですよ。手すりもちょっと嫌そうな感じだよね。これだけキュッてこう、上がってきてて。まずは診察をしてみました。これは簡単に治るぞ。また挑むけどね、これはね、はい、プラスチックのボルトやから、セットじゃない、はい、プラスチックやから、はい、すぐも言うんだ、はい、僕はこんな風にお家のいろんなお困りごとを修理したりするのが大好きです。ここは事業所だけどね、昔は工務店で働いていたので、大工さんや水道屋さんのような職人ではないけど、ある程度の知識はあります。ある程度ですがね。皆さんのお家でもお困りごとがあったら僕が参上して修理するからね。やった。いつかあなたのお家のお困りごとにドジッペやっちゃん参上ってね。この施設は便所これ1個だけ？これ作ってもらったんですよ。ちっちゃいトイレだったんですけど、クマさん入らないんで、大きくしてね。よろしく頼むぞ。一応この動きはありますけど、一応流れますね。この後ろの棒が見えるんですけど、これ、あ、はい、ボルトと、はい、このナット、はい、それを締め付ける、はい、どうしてももう緩んでくる、はい、それ鉄じゃないから、できるできる、はい、同じこっち側も、はい、ただこっち側は奥やからちょっと首をこう入れないと奥ですか、はい、もっと締めたいんやけど、あまり締めたらこれはちっかいから割れちゃう、割れな、これでも座って、こう動かしたらこう、まあ、どうしようも、はい、何もね、でまだ、はい、まだ、はい、まっすぐね、はい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 、終わりました。B 型事業所ファムさんはおむすび屋さんも併設しているらしく、栗本さんにお礼に炊きたてのご飯でおむすびを作ってもらいました。腹子の分厚さ半端ない、絶対うまいやつや。おかかは鰹節をわざわざ削ってくれてるらしい。だから香りもいいんやね。本当に美味しいおむすび、ありがとうございました。皆様、いつもご視聴いただきありがとうございます。やっちゃんです。現在ショート動画で定年後やりたかった100のことをアップしていますが、今後もこのまま継続していきたいと思っております。ちょっとね、少し間隔が空きますけどご容赦ください。で、自分がやりたかった100のこと以外に、今僕の今までの経験や知識の生かしたことができないかなと思い、おうちお困り何かなというシリーズを今後活動していきたいと思います。これからも一歩一歩頑張っていきますので、皆様応援よろしくお願いします。そして皆様のお家のお困りごとがありましたら、概要欄のホームから
申し込んでいただければと思います。それでは皆様、またさようなら。